する？潜って。え、もう超大変でした。もう最初は本当に顔つけるのがすごい嫌で、でも長すぎて慣れてくるんですよ、うん、もう最初本当にやだやだって言ってたのよ、ずっと2人もうやりたくないやりたくないとか言って、頑張ろう頑張ろうって、毎回もうやだっつってずっと言ってて、ちょっと隣にサウナあってね、うん、サウナ合間で行ったり来たりだったんですけど、うん、プールは冷たいし、なんかちょっとあったかくはしてもらってるんですけど、言ってもずっと入ってると体が芯から冷えてきちゃうんですよ、うんうんうん、撮影時間も長かったし、で頭まで入らなきゃいけないから、うん、全員メイク落としてすっぴんで、うん、あの映画に映る、わかんないわかんないとか言って全部落として、あ、白かと思った、はいはい、あ、白かと思ったれるシーンとかも下でアクション部の方が引っ張ってくれるんですけど、あとは自力でこうやって死体まで行かなきゃいけないから、でバタバタしなきゃいけないし、でそれで結構眉が苦戦してて泣いてました。もう嫌ですって言って、あれはでもなるわ、何回もやって大丈夫大丈夫、何回もやろうって言って、そう頑張ったねって2人で頭ポンポンとしたら、もうわーってなる。本当可愛いですよ、眉毛ってね。可愛いよね。ちょっと待って、全部支えてんだけど。ねえ、この人全部支えてる。じゃあ、それも支えよう。やめてくれ。あんまないよね、プールで一日中過ごすこと。いや、ないよ。いい思い出ですけどね。見てる側も同じように楽しめるというか、体験的なワクワクしてくる感じ、殺されるのが分かってるのに面白いっていうのがすごいなと思ってた、うん、ずっと。マジで本当にホラーが苦手っていうだけで、あの見ないのはマジでもったいないなっていうのはすごい思います、うん、ストーリー性とかはすごく面白いし、特に学生の方とかに見ていただけたらなと思います。